はいどうも、システム5ヤマモンでございます。ヤマモンがよくある質問に答えるショート動画のコーナー、本日は第6弾ということでですね、まあこれ見よがしに三脚を置いてるんですけれども、今日はこの三脚のお話です。わりかしですね、ビデオのカメラマンにとってはもう当たり前の話なんですけれども、最近はスチルのユーザーの方からですね、ビデオに参入なさるっていうお話も非常によく聞くようになってまいりました。そこでビデオ三脚では結構当たり前の機構なんですけれども、カウンターバランスって何なのというご質問、最近ね結構聞くようになってきました。なので今日はこのカウンターバランスについてですね、まあ簡単に解説していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。システム5ヤマモンがお送りします。はい、では改めてカウンターバランスというものなんですけれども、まあどういった機構かと言いますとですね、カメラをこうやって乗っけて、チルトをする際のですね、はい、このチルトに大きく関わってくるんですけれども、今ですね、はい、これカメラが乗っかってるんですけれども、こんな感じで手を離すとこうやって跳ね返ってきちゃうんですよ。はい、こうやってね跳ね返ってきちゃうんですよ。でまたはこれ逆にこうやって手を離すと沈んでいっちゃう、こうやってね、こうやって沈んでいっちゃう状態。はい、これはねビデオとしては非常に使いづらいんですよ。なんでかっていうと、動画の撮影をしている時にですね、こうやってチルト、はい、チルトアングルのこう操作をしていて手を離してですね、こうやってなっちゃったら困るじゃないですか、動画的に。だってここで止めたいのにこうグッといっちゃうのは非常に困ると。でこれをちゃんと釣り合わせようっていうのがカウンターバランスっていうお話なんですけども、要は手を離した時にちゃんとピタッと止まるところを見つけましょうねっていう話なんですよ、ざっくり言うと。でカウンターバランスの調整に関してなんですけれども、これに関してはですね、調整のできる三脚とできない三脚っていうのがあります。で、できない三脚っていうのはカタログだったりとか、あとホームページ見ると書いてあるんですけど、カウンターバランス何キロ固定みたいな書き方してるんですよ。まあ3キロ固定とか2キロ固定とか4キロ固定とかね、まあモデルによってそのあたりは異なるんですけれども、そういう数字が書いてあったりします。でカウンターバランス固定って書いてあるカメラに関しては残念ながらカウンターバランスの調整ができないので、まあそもそも適合するカメラを乗っけないとカウンターバランスはまあ全く取れないし、適合するカメラだとしても完璧なカウンターバランスっていうのは取れないものになってます。で今私がこの目の前に用意した三脚はリーベックの HS15 というですね三脚、まあ雲台だけだと H15 っていう型番なんですけど、こいつをね持ってきてるんですが、これはカウンターバランスがしっかり取れる三脚になってます。まあ、この三脚、雲台についての、解説はちょっと別の動画で出してるんで、気になる方はそっち見ていただければと思うんですけれども、まあ、ざっくり言うとこういうね、今までね、全然なかったんですよ。こういうちっちゃい一眼みたいなカメラ乗せて、カウンターバランスが 100% 取れますよっていう、これ素晴らしい雲台なんですけど、はい。じゃあそのカウンターバランスの調整に関してちょっとやっていきたいと思います。60ぐらいにすると、気持ちふんわり跳ね返ってくるような感じですね。自分の好みのドラグの重さで